冷風機、冷風機とは、家庭用クーラーと同様の原理で、吸い込んだ空気を本体内部で冷却して送風する、局所冷房装置の一つである。室内外の熱交換器を一体とした小型クーラーと考えることもできる。冷却、同時に低湿度化された空気と排熱を含んだ空気を混合して送風する、除湿乾燥機として販売されるものが多いが、 冷風機はこれらの送風を別としたものである。冷風機能を備えた除湿機では、早期を混合、分離できる。スポットクーラーやスポットエアコンともいい、フレキシブルなダクトを備えた大型のものは、工場や飲食店厨房において作業員や調理人の周辺のみを冷房するためなどによく用いられる。なお、水の気化熱で冷やす装置は、冷風船と呼び、 ここで説明する冷風機とは原理も効果も全く異なる別物である。冷風機、スポットクーラーはコンプレッサーと熱交換器を備え、室内の空気を吸い込み、冷風と熱風を同時に突出する機械である。原理的には冷風扇よりも室外機を持つ一般的な窓用エアコンやルームエアコンに近い。キャスターや取っ手がついている機種が多く、 移動や設置が容易であるというメリットを持つ。大電力を消費するコンプレッサーを備え、背面から熱風を吐き出すため、締め切った屋内で用いると、全体的な室温は上がる。冷えるのは冷風吐き出し口正面の狭い範囲だけで、ある。排気を室外に捨てるための専用のダクトや、それを窓枠に取り付ける隔壁、パネルなどがオプションとして用意されているものがある。しかし、 吸気ダクトを備える製品は家庭用ではほとんどない。このため排気ダクトのみを使用しても稼働に伴って必ず部屋の別の場所から外気が入り込むので部屋全体の冷房はやはりできない。これが窓用エアコンとの相違であり冷風機の本質的な欠点である。部屋全体の冷却を当初から諦めている場所、あるいは屋外ではこの欠点は無視できる。 また大きな熱源があるなどの理由でエアコンを使って部屋全体を冷やそうとすると非常に多くの電力を消費してしまう場所に有効である。工場や厨房で使われるというのはこのような意味である。さらに、冷風機は機体の大きさに制限があるため一般的なルームエアコンに比較して冷房能力そのものが小さい。また、昨今、2011年現在中価格帯以上の 家庭用エアコンで普及しつつあるインバーター方式でのモーター制御も冷風機ではあまり採用されていない。このため冷却効率で劣り振動や騒音も無視できない。このほか、冷却機から発生する水、ドレン水が本体に備え付けられたタンクに溜まっていくためこれを室内で処理しなければならない点も注意が必要である。タンクが満水になると 自動的に停止する。高吸気では、気化式、ノンドレンと称して、ドレン水を蒸発させ、排気とともに放出する機能を備えるものも存在する。ただしこのような機種は、吸気ダクトがない限り、冷風作動時は、ダクト排気に伴って、常に外気を取り込んでいるので、部屋全体の除湿はできない。なお、熱い排気を布団乾燥などに、 積極的に用いることができるようなオプションが用意されている機種やセラミックヒーターを内蔵して冬場に暖房器具として利用できる機種も存在する原理としてはコンプレッサー式の除湿乾燥機と同じであるためドレン式で部屋を閉め切った場合に限り部屋全体の除湿が可能である除湿乾燥機の多くは洗濯物の乾燥を目的としているため混合儀の吹き出し口が上を向いている 設置工事が必要なエアコンなどと違い、最初から一体となっているため、いわゆるガス抜けなどのようなことは起こりにくく、それによる能力低下も起こりにくい、これは窓型エアコンなども同様ある。エアコンと比較して、消費電力は少ないように見えるが、前述した外気取り入れの問題と能力不足のため、どれだけ稼働しても全体の室温は下がらず、 常に高出力で運転し続けなければならない。そのため温度設定といったものはなく、消費電力は常にほぼ一定である。一方エアコンは、部屋の温度が下がると消費電力が大幅に低下するため、使うシーンによっては、総合的な消費電力がエアコンよりも多くなる場合がある。エアコンと同様に冷風取り入れ口にはフィルターが存在し、定期的に掃除する必要がある。 また室外機が一体のため、熱風取り入れ口も存在するが、こちらは家庭用ではフィルターがない場合がく、機種によっては分かりにくい場所にある。こちらも定期的に清掃しないと放熱器にホコリが溜まって性能低下を引き起こすことになる。一部の小型機は現代の日本ではほぼ絶滅した壁穴枠式、エアコン、クーラー枠に取り付けることができる。 排熱休排気口及びドレン排水口は室外側に冷風休排気口及びスイッチ及び電源線は室内面にレイアウトされている。冷風線と見分けるための冷風機の特徴は次の通りである。いずれの形状のエアコンをも取り付けられない部屋に代替品として取り付ける場合は吐き出し口正面しか涼しくならないということを十分わきまえて導入するべきである。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。